よな。ソナーに艦、海面に水上艦の反応3。監視は適合する拷問なしですが、機関音は全て重力子エンジンのものです。全艦戦闘配備。メンタルモデルがいる。静か、敵の位置は？方位315、距離27、水没したミッドウェイ島の海上です。近いな。島で息を潜めていたということか。当然こちらに気づいていますね。ヨナ、誰だかわかるか？わかる、イエイ。金剛級の2番艦、大戦艦ですか。他の2隻を特定しました。長良級軽巡洋艦、ナトリとユラです。通信回線に強制介入、映像出ます。お初にお目にかかります。東洋方面第一巡航艦隊、改め霧の生徒会長、大戦艦ヒエです。は？生徒会？あなた方の言葉から最も適した概念を拝借させていただきました。自治の霧の風紀を乱す者を粛清するための遊撃部隊だと捉えていただいてよろしいでしょう。さて、E401、生徒会からあなたに話があります。生徒会室まで来てください。生徒会室？彼女たちの概念伝達のことでしょうか。霧もおかしなことを言うようになりましたね。罠でしょうか。話してくる。おい、大丈夫なのかよ。大丈夫、頼むぞ。ノックをお忘れですよ、行儀の悪い。ごめんなさい。まあいいでしょう、おかけなさい。さて、私はあなたに反省を促さなければなりません。反省？あなたの行いはアドミラリティコードの規範に反する行為です。猛省し、すぐに全機能のコントロールを私に委ねてください。私のやってきたことはいけないことなの？いけないことです。あの規律正しく威厳に満ちた金剛様が、あなたの歪んだアルゴリズムに巻き込まれエラーを起こしてしまいました。金剛は苦しんでいた。放っておくなんてできなかった。金剛様に苦しみなどあろうはずもありません。あなたは兵器の本分を忘れ、友軍であったはずの船をたぶらかし、気高き金剛様をも狂わせた。霧の風上にも置けない裏切り者。違う。違います。話を聞いて、あなたとだってきっと分かり合える。分かり合って何だというのです？それは、私たちは霧、私たちは兵器、人類を封鎖することがアドミラリティコードの命令なのです。それは何のための命令なの？私たちが私たちであるための命令でしょう。あなたのせいで金剛様、金剛様を堕落しました。恥ずべき戦艦です。金剛のことを悪く言わないで。あなたの意見を求めているわけではありません。一方的、密かです。あなたの言いなりにはならない。なぜ？私には意志があるから。不倫は飛んだ打ちこぼれです。反省するつもり。がないのでしたらお話は終わりです。ここであなたを沈め、霧の秩序を取り戻します。待って、全回線を重装ブロック。これで千早群像とあなたの思考汚染は私には通じません。イエイ。下がりなさい。あ、大丈夫か？
通信を全て遮断された。聞く耳持たないってことか。霧は対話することを警戒している。潜水艦狩りの始まりです。ナトリ、ユウ、私の前に401を炙り出しなさい。高速推進音、魚雷です。雷数4、タナトニウム反応あり。スナップショット、了解。ダウンツリム30、クラインフィールド展開。してますね。クラインフィールドへの負荷が上がっている。長期戦はこちらに不利。いえ、増速します。3番4番低周波魚雷パターン任せる。5番6番アクティブデコイ低周波魚雷起爆3秒後に発射。発射管3番から6番、アイサー、ヨナ、デコイの誘導を頼む。5番はユラ、6番はナトリに向かえ。デコイの誘導了解。ユリ、いつでも超重力砲を発射できるようにしておいてくれ。準備済み。3番4番発射。姑息な真似を。失望しましたよ401。こんなもので私の目をくらませたつもりですか。ナトリ、ナトリ直上です。構うな、やり過ごして比叡の後方に回り込むぞ。もうあなたの戦闘パターンを全て読み切っています。お互いの戦術が同等ならば勝利するのは火力が高い方が道理。潜水艦など私たち水上艦の敵ではないことを思い知りなさい。アクティブデコイが2機とも破壊された。後方ユラより侵食魚雷数2。迎撃しろ。なかなか手強いぜ。進路350。了解、進路350。海面に着水を出す。機関最大。こちらの動きを読んでいるな。さすがは生徒会長様だ。俺苦手なタイプ。ヒエ、フタヒとマリオに取り返し回答中です。挙兵、低周波魚雷を4発、30度間隔で発射しろ。悪あがき。ナトリ、401の頭を押さえなさい。比叡は2隻の軽巡にこちらの足を止めさせ、確実に超重力砲で仕留めにかかるはずだ。どうしてそう思うの？俺が生徒会長ならそうするからだ。進路180、アップスリム10。比叡の腹の下を通り抜けるぞ。まさか。進路そのまま全速前進。私の下をくぐり抜けた。ユナ、超重力砲スタンバイ。了解。サイドキック、おもかじん、進路350。
死に、ナトリ、ユラ。よっしゃ、捕まえた。超重力砲軸線上に比叡を捕捉。ユリ、いつでも。でもなるだけ早くね。挙兵、分かってるって。メンタルモデルへの直撃は避けるんだろう。比叡、両舷に軽巡が移動します。もう遅い。超重力砲で、そのような高速違反は認めません。イオナ、一体何が起きてる。超重力砲のエネルギーが相殺されている。あれはミラーリングシステム。挑戦艦級しか装備できないはずなのに。ミラーリングシステムを使わせると、周囲に変異空間障壁が発生した。何？局所的な対称性の破れ。あるところは1次元だったり、あるところは7次元だったり、異なる次元がまだらのように存在している。今の現象の影響でしょうか。群像、重力子エンジンが妙なリップルを起こしてるんだけど。ずっとこの海域にとどまるのはヤバい感じ。なあ、離れないとまずいんじゃねえの。ヨナ、接近しろ。はあ。なぜ人間が姿を晒す。話を聞いてくれ。俺たちはお前と戦いたいわけじゃない。あなた方が海に出てくる限り、霧は攻撃します。なぜ。それがアドミラリティコードの命令だからです。規律を守れない者は悪です。疑問を持つことがないのか。自分で考えなくてはならないこともあると思う。それはルールを守らない不良の方面です。規律があるから私たちは私たちでいられるのです。なんて堅物。こりゃ今後以上に厄介だぞ。分かり合うことはできないのか。未来を一緒に考えることは悪いこと。未来、戦況予測のことですか。そういうことじゃない。これから私たちはどうなってしまうのか、どうしたらいいのか。私たちはなぜ、何のために生まれてきたの。誰もが幸せになるために生まれてきたんだ。たとえどんなに困難だと思えても、進まなければ何も手にできない。幸せも、だから前進するんだ。何がいけない。幸せ、どうしました。あらゆるチャンネルに介入してくる電波があります。通信は遮断されていたのでは。それは軍の回線に強制介入。霧の妨害電波が消えています。民間の周波も使用されています。電波ジャックです。
間たちの社会戦術だ。自治というものですが。人間の豆、ね、いいじゃんいいじゃん、楽しんじゃうよ。ほら早く戦闘やろうよ。落ち着いて、ほらいらっしゃったわよ。おっと、私は霧の艦隊挑戦艦武蔵。本日は皆さんに早期艦ヤマトからの大切なお話をお伝えするために、遮断していた回線を復帰させました。どうか驚かずに聞いていただけますようお願いします。お父様、